2002年のフランス GP で走行する2台の A23 アローズウェイ23は、アローズが2002年の F1 世界選手権3、専用に開発したフォーミュラ1カーで、マイク・コフランが設計した。2002年の開幕戦から第12戦まで使用された。第12戦を最後に、アローズは撤退したため、最後のマシンとなった。アローズは、 前作 A22 までのローノーズからコンセプトを一転して2002年シーズンのマシンの中では一番高いフロントノーズを採用したノーズ仮面のスペースを大きく取ることでディフューザーへ多くの空気を流しダウンフォースを増やすデザインとなっているフロントサスペンションアーム支持部にはザウバーが開発したツインキールを採用しているが アローズはキールを下方へ延長して整流版の役割も持たせる設計とした。毎年のように変わるエンジン銘柄はアジアテックからカスタマー仕様のコスワース CR-3 に変更。デビュー戦オーストラリア GP は2台ともピットスタートになり、信号無視とスペアカーの理解でダブル失格という浮き目に遭う。その後、ハインツ・ハラルド・フレンツンがスペイン GP と モナコ GP で2度入賞したが、資金難のためマシンの改良も、ままならず、第11戦フランス GP では故意に予選落ちするという失態をさらした。続く、第12戦ドイツ GP をもってアローズは撤退となった。2002年末に倒産したアローズの資産が競売にかけられた時に、A23 を購入したのが、ポールストッダートである。A23 に、 ミナルディ PS03 と同様のカラーリングを施した A23 はチームから PS04 と呼ばれていた。2003年9月16日にムジェロサーキットでテストが行われ PS03 と同等のタイムを刻んでいたが実際に PS04 で参戦するとなると新たにスペアパーツなどを製造しなければならないため実戦には登場しなかった。2004年は ミナルディ PS04B を使用した。これは PS04 とは全くつながりのないマシンで PS03 を2004年規定に合わせた改良したマシンである。ストッダートはミナルディを2005年にレッドブルレーシングに売却した後も個人的なコレクションとして A23 を所持していたがスーパーアグリ F1 チームが A23 をベースにした。 SLA5 を制作するために買い取りを希望し、ストッダーとは買い諾し売却した。PSLA4 としてテストに使用されていたマシンを改造した SLA5 は主に佐藤拓馬が乗っていた。A23 シャーシを利用したスーパーアグリ SLA5 のツインキール2005年末に2006年からの F1 参戦を表明したスーパーアグリは当初は ホンダのシャーシを使用する予定だったが、コンコルド協定に引っかかる恐れがあったため、A23 のシャーシをストッタートなどから購入。2006年レギュレーションに合わせて改良を施し、スーパーアグリ SA05 として実践デビューした。また、SA05 の後継マシンである SA06 も、モノコックは A23 のものを使用している。ありがとうございます。